シベリア鉄道の主要駅一覧は、シベリア鉄道の主要駅等を一覧化したものである。シベリア鉄道の全駅については、お参照。モスクワ・ヤロスラブリブイシャリア、ウラジーミル・ニジニノブゴロド・キーロフ・グラゾフ・ペルミ、エカテリンブルク・チュメニ・オムスク・バラビンスク、ノボシビルスク・クラスノヤルスク・タイシェト、イルク・ツク・ランウで チタスコボロディのスボボードヌイビロビジャンハバロフスクダリネレチェンスクウスリースクウラジオストクシベリア鉄道本線の主な駅ウラジーミル経由停車駅をムスクより東へ直通する列車のみ掲載すべての列車が停車通過カザンスキー駅始発すべての列車が停車したウラジオストク方面の列車のみ停車通過ヤロスラブリ経由2001年6月までのメインルート すべての列車が停車。一部の列車が停車。通過停車駅。すべての列車が停車。通過ガザニエカテリンブルク。シベリア鉄道本線直通。すべての列車が停車した。ウラジオストク方面の列車の未停車。通過チェリアビンスクオムスクシベリア鉄道の正式な。起点のチェリアビンスクからオムスクで。現在のメインルートに合流するまでの区間。停車駅。すべての列車が停車場。 チェリャビンスク方面の列車のみ、停車した、ウラジオストク方面の列車のみ停車、通過、すべての列車が停車、一部の列車が停車した、ウラジオストク方面の列車のみ停車、通過停車駅蒸気掲載の列車は除く。クラスのヤルスク伊勢のみ走る列車、ノボシビルスク方面より、トムスク支線へ直通する列車については、トムスク支線、主要駅一覧を参照。 すべての列車が停車場。モスクワ方面の列車のみ、停車した。クラスのヤルスク方面の列車のみ停車。通過のボシビルスク大ェトバム鉄道直通列車。すべての列車が、停車した。バム鉄道方面の列車のみ停車。通過シベリア鉄道本線を、大ェト伊東のみ走る列車。すべての列車が停車場。大ェト方面の列車のみ、停車した。イルクーツク方面の列車のみ停車。 通過停車駅。すべての列車が停車場。モスクワ方面の列車のみ、停車した。ウラジオストク方面の列車のみ停車。通過ロモウ中鉄道直通列車。すべての列車が停車場。イルクーツク方面の列車のみ、停車した。ウラジオストク方面の列車のみ停車。通過タルスカやザバイカリスク市線直通下記列車の、地下通駅より、先の停車駅と、 地達通駅始発列車については、タルスカやザバイカリスク支線を参照。すべての列車が停車場、モスクワ方面の列車の未停車か、ザバイカリスク方面の列車の未停車、通過タルスカやザバイカリスク支線直通過記列車の、地達通駅より、先の停車駅と、地達通駅始発列車については、タルスカやザバイカリスク支線を参照。すべての列車が停車場、 モスクワ方面の列車のみ停車か、ザバイカリスク方面の列車のみ停車、通過停車駅、チタスコボロジの間タルスカやザバイカリスク、四線直通列車は、タルスカやザバイカリスク支線を参照。すべての列車が停車場、モスクワ方面の列車のみ、停車した、ウラジオストク方面の列車のみ停車、通過スコボロジのハバロフスク間、すべての列車が停車、一部の列車が、 停車した、ウラジオストク方面の列車のみ停車、通過ブラゴベシチェンスクベロゴルスク。シベリア鉄道本線直通、すべての列車が停車停車駅、すべての列車が停車場、モスクワ方面の列車のみ、停車した、ウラジオストク方面の列車のみ停車、通過トムスク支線の名称は、税の日本語訳。トムスク支線の主要駅や列車の停車駅については、 トムスク市線、主要駅一覧を参照。タルスカヤ・ザバイカリスク市線タルスカヤ・ザバイカリスク市線の名称は、の日本語訳。すべての列車が停車場、モスクワ方面の列車の未停車か、ザバイカリスク方面の列車の未停車、通過宴会地方ナホトカ市線は、優先ロジスティクス、ロシアナホトカ市に、拠点ルニューズ、2012年10月2日。西シベリアにおける、 石炭資源の開発状況とアジア石油天然ガス、金属鉱物資源機構、2013年、等で使われている故障。停車、通過、経由しない、駅地球の歩き方 A32 シベリア&、シベリア鉄道とサハリンシベリア鉄道ガイドヤンデックス、乗り換え案内ロシア周辺の乗り換え案内 poezdato.net 乗り換え案内乗り換え案内。ありがとうございます。